夜は初回前線にダウンを喫しただけに冷静に入った井上。後ろ重心で消極的なドヘニーに徐々に攻勢を強め、7回に左ボディなどで連打を入れた。すると、ドヘニーが腰を押さえながらノロノロと歩き、膝をついてダウン。TKO が決まり、まさかの幕切れとなった。一夜明け、井上は、眠れはしましたが、そんなに深い眠りにはつけていない。 それはいつも同じ。ダメージもないです。と傷のない綺麗な顔で解雇。悔しさを滲ませながら振り返った。慎重に冷静にボクシングを徹底してできた。映像で見返したら感覚よりもっと良かった。そこまで分析できていないけど、東京ドームの初回のミスからの改善というテーマはしっかりどのラウンドでもできた。自分にとって今回、 最終的なフィニッシュシーンは少し不完全燃焼のところもある。12月まで短いスパンでやれるので、気持ちを切らさず12月に向けて気持ちを高めたい。当日計量では、ドフェニーは前日計量から11キロも増量した66.1キロ。井上は7.4キロ重い過去最重量の62.7キロだった。 次戦は12月に国内で WBO&IBF1 位サムグッドマン、オーストラリアが最有力とされ、来年は T モバイルアリーナや MGM ブランドアリーナなど込めラスベガスでの大型工業も候補。指名挑戦権を持つ元 WBA 王者ムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタンも井上戦を熱望している。グッドマンはすごく正当派なイメージ。 アフマダリエフもタパレス戦しか見たことないのでまだ何とも。また決まればしっかり考えたい。7年ぶりの年3試合になるが、問題ないです。5月、9月からやって気持ちも体も切らさずできている。ボクシングが好きなので試合が楽しみですし、嬉しい、と気合。3試合を通じて成長できる。そこもプラスです。ラスベガスに向けては、 用意された試合をこなすだけ。12月にクリアしたら決まっていく、と話すにとどめた。この日はセミファイナルで初防衛に成功した WBO 世界バンタム級王者、竹井良樹、大橋、前座で WBA 世界スーパーライト級挑戦者決定戦を制した平岡アンディ、大橋、も出席。二人が1週間休むと明かし、井上は、僕は2週間休みます。 と冗談も。大橋秀之会長に「2日じゃなくて?」と言われ「2日の間違いです」わら体力は問題ないけど精神的な面もあるのでしっかりリセットして改めて12月に向けて頑張りたいと気を引き締めた。